皆さんこんにちは。いつもバビさんを見ていただきありがとうございます。今回はバビさんと一緒にたくさん散歩をした後に、千葉県の南房総市にあるポルトメゾンルームスというカフェレストランにランチをしに来た様子をお届けいたします。このお店は店内でもバビさんと一緒にご飯が食べれます。バビさんと一緒にランチやお茶をするってなると、なかなか同伴 OK っていうお店がなくて、あったとしてもテラスだったら OK っていうところがほとんどです。なのでこういった感じで店内でも OK っていうお店があるのはとっても嬉しくて、もっとたくさんこういったお店が増えたらいいなと日々思っております。バビさんはすでにお腹が空いたみたいですね。ちょっともうふてくされてるのかな。今回は和風ハンバーグとテレミドールを頼んでみました。ライスとサラダ付き、あとはスイーツにベイクドチーズケーキも頼んでみました。バビさんはお母さんが食べるものは自分が食べるものじゃないってちゃんと分かってるんですけど、まあこんな感じでクンクンしたりはするんですけど、その代わり大好きなガムをちゃっかりもらって夢中になってますね。バビさんはガムを食べるときによくお母さんの洋服の上でこんな風に食べることが多いんです。今回もお母さんのアウターの上でガムを夢中になって食べてますね。なのでいつもお母さんの洋服はガムだらけになっています。これがベイクドチーズケーキですね。バビさんはガムも食べ終わって散歩した後だったので、もうすっかり疲れちゃって、お母さんのそばでお昼寝するのかな。眠そうですね。おやすみなさいバビさん。今回はバビさんとランチに行った様子をお届けしました。見てくれてありがとうございました。